じゃあやろうか。はい。全然大丈夫です。僕らも何も肖像権放棄してるから。あなたは広告者。元広告者。なんだっけ。地域おこし振興。特別職公務員。いや違う違う。正式名称は相性だ。いや相性でいいじゃん。人間国宝って相性なんですか。知らない。人間国宝ってもともと、こういう風に始まると、うん、人間国宝ってもともと毎日新聞が言い始めたんで、文化政策研究という有名な話なんですけど、だからあれ無形文化財って言われてるんで、重要無形文化財。だからあの人間国宝って何にそれが与えられているかというと、人間じゃないのよ、実は技術に与えられてる。ここはすごい重要。人間国宝ってもないんだ、ね、ただし人間国宝がどのように機能しているかというと、あれは年金もらえるのがかなり高額になる。だからあれを取ってしまうと生きていけるのね、っていう、まあ思いとしてしだからみんな人間国宝になりたい。ちなみに備前焼はまあ見てる。いや、なんかいろいろ昨日のはね、トークは小林さんに気に食わなかったみたいな。気に食わない。誰も面白いこと言えなかったでしょ、小林さん。なんていうかな、でもね、俺ね、面白いこと言えなかったとは思わなかった、やっぱり。あのね、いろいろね、反復、頭の中で反復してみたら。天井上げてきて。頭の中で俺思ってたんだけど、やっぱ昨日ね、みんなね、いつも通りだった。いつも通りのことを言った。だから、ただ何も引っかからなかったね、小林さんに。だからやっぱり小林さん。今、1、2、3、4、5、6。最後の1人が15分ぐらい遅れるって言ってて、9分。9分の。9分は待たなくて、今、上に2人いるので、彼らが降りてきたって。ちょっと事前と。じゃあ、僕が入りました。映像の丸がある、はい、これユーカリオの展示の展示あ、本当だ。あ、いいじゃない。この映像今始まるまで流して、これすごいいいよ。おちんちんから出てるのあれなんだ。排出してるから。上の映像にもあれついてる。排泄物って排泄物なんてあるのかな、もし。何？SCA ってなんだろうね。あのね、それ間違って、
で本当は、SCA。アルシニアだから SSS とか SAS。それね、高架機動隊。高架機動隊は SSS。それはそう。でもあれもソリッド、ドライアイスのこと。なんとか、アイス？ソリッドなんとかアシッド。アシッド？カシャムで3。3文字で。いや、ソリッドステート、なんだっけ、ソリッドステートソサイティ。ソサイティ。それは、伊藤さんと五郎の間に一つ席すごい重要なところでなんか変化が起こった変化したわけじゃないね。ちょっといろんなトラブルがあって。あ、そうなの。どうしますか。マイクを取今から始めます。懐かしい。もう1名今、はい、遅れておりまして大変申し訳ないんですが、でもう一人集まると、キャンサー全員そろって今日はお集まりいただけると登壇者の方が多いという。その通りでもありがとうございます。まあ。僕の、個展の中で開かれるトークイベントなので、僕がなんか司会みたいなことした方がいいのかどうなの？草がやってくれるの？どうぞ。草がやってくれるの？田中さん。まあいいか。じゃあ、僕結局、じゃあ、Q君は昨日、テサより俺の方が司会向いてるって言ってたから、Q君が来たら司会をお題するということで、しばらくは僕やります。で、まずは、昨日をこのトークね。で、アタリウムの地下で、小林先生とキャンサーがトークショーをしまして、でそれを引き継いでの今日。で今日のテーマは、まあ、キャンサーとは何かというものを一応、まあ、昨日の、まあ、自己紹介画像みたいなものがここにあるんですが、昨日使ったのと僕にするんですが、でもう一回それをやるということで、で、まあ、昨日は小林先生を招いてトークしましたが、今日は僕たちだけなので、もうちょっと、話を煮詰めていくことができるんじゃないかという期待がある中で話していこうと思います。これは、まあ、小林先生、これどう書いてあるの？1枚だけですよ。戻るといいんじゃない？ああ、ギューと戻ったら戻っちゃう。あ、そういうこと。ああ、こうなってんのか。作品これ一番初めだったから、で、これもう昨日のスライドショーそのまんまだからこれだ、はい。いや、お客さんも入ってる。これで、我々は、アートコレクティブと言わずにアートオーガニゼーションというふうに、自らのことを名乗っています。で、まあ、で、その、伊藤さんですか。で、メンバーは、私、ある菓子で、7人いるんですが、7人中 5名はアーティストです。で、うち2名は、
まあ、別の肩書きを持っていて、でまず一人が、ファンダー、創設者であるハナフセたち。ちょっと自己紹介。ハナフセです。まあ、何も言ってくんない。それで、僕の隣にいる斎藤優吾。この人は、パートナー。なんか昨日のイベントでは、なんか喋る紹介のタイミングに逃されて、寂しかったです。菅祐介。伊藤の巻です。美術家です。あ、村山五郎です。よろしくお願いします。で、まあ、もう一人方向球。もう一人、今、遅れてるんですが、方向球アーティストがいます。この中だと、ここにいる彼が方向球と言います。はい、でまあ、キュー君まだ来てないんですが、もう早速、いろいろ、まあ、お互いにこうキャンサーについてこう質問していきたいと思うんですが、まずキャンサーそのものについてから、でプサはなぜこんなアートオーガニゼーション、キャンサーなんていうものを作ったのかっていうところから始めましょう。あ、プサって花房隊長のこと、僕はプサって言うんです。でも最近なんか花房ってさ、キム君が俺のこと花房って言うからさ、花房っていうふうに言われるようになったら、ちょっとなんか違和感があるね。でも花房っていう名前ってすごくいい名前だから、プサもいいかもしれないけど、花房っていう時に結構、気持ちよく呼んでる。あ、そう、ありがとう、分かった。じゃあ、で、キャンサーをなぜ作ったかっていう話だっていうと、まあ、いくつか理由があるんですが、じゃあ一つ、まあ、昨日ね、ちょっといろいろイベントの後、だらだらと話したことで一番大きかった、これは重要なんだなと思ったことを話しますと、僕と、まあ、アルガシンゴ、菅祐介、村山五郎が出会ったのは結構早くて、おそらく10年、もう10年以上前になるのかな、10年ぐらい前だと思うんですよ。2007、8年だろうと思うんだけど、そのぐらいに会っていて、で、その時は、まあ、僕は大学、学部生か院生ぐらいで、彼らも学部生か院生、まあ、院生だったのかなぐらいだと思う。まあ、でも学部生か、かもしれないけど、まあ、そういうぐらいの年だったんだけど、その時アートバブルがあって、国内は明らかにアートバブルだったので、絵を描いてる人ってバンバン売れてた時代だったと。その時、オンゴイン、大川さんが、この、オンゴインとスペースの前のイベントの時かな、をやられてた。オンゴインの、このスペースができたのが2008年ですね。うん。だからちょうど本当にこういうスペースができる時みたいな。で、まあ、僕すごく、あ、じゃあ、せっかくだからオンゴインの話もすると、オンゴインと、まあ僕の中ではキャンプ、井上さんがやってたキャンプっていうのが、すっごい派手になってて、若者が。そこに行っている人たち、小川さんの周りに集まる人、井上さんの周りに集まる人っていうのがいて、で、小川さんは今でもやってるし、井上さんも二人とも今でも続けてるけど、やっぱり、比較的、まあ、年齢の近いアーティストたちが、イベントをするっていうかな、そういう、まあ、展示も含めてね、そういうことを、が、各所で起こっていた。で、そういうところに、ものすごい数の人が行ってたような気がするな。むしろ情報がなかったから、SNS とかなかったので、ミクシーが。ミクシーやったか。で、それで共有してたのかな、どうやって共有してたのか、もうもはや記憶がないけど、で僕が覚えてるのは、僕の生ぐらいの時は、ギャラリーの地図をプリントしていってたような気がする。そう、Google マップこんなに発達してなかったから、いちいち、出力してから。Google マップってか、iPhone 出てないからさ。パソコンで Google マップ開いて、別出力して、思ってきたね。だったよね。で、本当に銀座とか歩いて、通りかかってギャラリーに入るっていうか、そういうことすごいやってたんだけど、その中でも、まあ、オンゴイブとキャンプっていうのは、本当にね、なんかこう、でもハブっていうのもそうで、それはちゃんとオンゴイングとか、キャンプとか、
って、まあ、僕らよりちょっと世代の上の、うん、中心の人たちが、まあ、オンゴイングとキャンプだけではないんですね、うん、まあ、ちょっと上の世代の人たちが、まあ、今、まあ、これコレクティブではないけれども、もうちょっと緩やかな集まりものを形成していて、かつそのジェネレーションというか、その人たちだけでやるわけではなくて、僕らみたいなペーペーの、本当にペーペーの25、6とかのね、そうだろう、うん、まだその在籍中とか、そういう人を連れてきて、展示を一緒にやったり、イベントをしたりとかして、でそうやって、なんとなくシーンみたいなものが形成されてて、でさっき一方では同時にアートバブルもあったから、絵を売れる、絵を描けばまあ売れる。でみんなそのギャラリーに、まあ、所属していてのもちで、まあ、バンバンですと。で一方ここはオルそういうものに対するオルタナティブな、ね、コマーシャルギャラリーに対するオルタナティブっていうあの思想の場所があるの で僕らみたいなタイプのアーティストはこういうところで活動を始めていったっていう、うん、経緯があります。そういう時代、うん、でその頃に出会ったということですね。出会ってるっていうか、だからその時ってでもすごい面白い、あのコミュニティやっぱ面白かったなと思うんだけど、直接話すかっていうとそんなに話さないんだよ多分。だからあのこの、まあ、例えば五郎君と菅君とか、俺すごくいつ出会ったのか覚えてないけど、でもいろんなところで多分すれ違ってるんだろうと思うわけね。場を共有はおそらくしてるんだよ。でただあの話す話なんかね、あのね、つるんでるっていう感じあんまなかったんだよな。だから独立ドットでいろんなやつが勝手なことをなんか いっぱいやってるっていう感じがすごいした。だからもうすごい面白かったです。あの時代僕明らかに 僕自身のアート感っていうかなっていうのを形成されたと思うな。 でやっぱり当時のやってたことを見たっていうことは僕の経験にとってすごい大きいことだったけど、まあ例えばチーポンとかも出てきた時はね、ちょうどあれ彼ら2005年ぐらいだったと思うけど、まあ、その時に出てきたっていうので、本当に面白い時代があったと。で、まあ、で、まあ、僕はまあ大学に行ってたから、あんまり表にやってないっていうか、出すぎるとやばいから。実は、アートバトルロワイヤルあれ、出た後。出た後あと。だから、やっぱり、ね、目立っちゃいけないっていうのが、俺大学でもやっぱ目立っちゃうからさ、やっぱり、どうしても。ああ。と言っていいのか、こんな機会いないじゃん。だから、ね、当然、キャラいないからすごいあの目立たない、外では活動しないようにしてたんだけど、そうだから一番初めさ、まあ、どこで出会ったか忘れちゃったけど、ふさとの、いやいや、もう、ただ、あれだけど、ふさと の初めの集まりっていうか、ね、あの誘われた、あっ、Q 君来た、あ、来ました、あの彼が報告です。近いちょっと、近いあれだ、展示見てきていいよ。でピアメンタリングって言って同世代のアーティストとかを集めて、これはもう本当にあのクローズド の集まりで、ただただ勉強会をするだけの集まりがあって、それに初めのうちは僕が誘われて、で一緒に展示を見に行ったりとか、まあ、なんか集まっていろいろ、まあ、いろいろな勉強をするんですよ。大体同じくらいの気分で。だから、ね、その辺細かいことを覚えてないのすっごいいろいろやってたと思うんだけど、だから、ね、思いついたことバンバンできたっていう感じがある、あの、まあ、当時はね。なんだけど、その後、まあ、僕は大学院を卒業して、まあ、アートバトルロワイヤルって、まあ、今度はネットが出てくるわけだね。でネットが中心になって動画配信ができるユーストリーム中心だけど、で、まあ、そこ、まあ、その動きに村上さんなんかも関わってるわけですよね。村上隆なんかも関わってるわけだけど、まあ、カオスランとかで、そういうのがパッと出てきて、で、さあ行くぞと。さあなんか村上さんも出てきたし、もうなんかこちら、つまり、マーケットの方と、このオルタナティブっていうものがくっついたっていうか、あの、あれですよ、それこそバトル状態にはなったけれども、いよいよなんか、それこそ有機的な何かがね、起こるんじゃないかとなった時に、震災が起こったんですよ。3.11 が来た。で、2010年ぐらいが、あのネットというか、まあ、もうそれより前から SNS に出てきてたけど、動画配信が可能になって、SNS がみんな、多くの人が使うようになって、一気に来るかと思ったら2011年 3.11 でドーンって来たわけですね。で、あの、それでもう、俺も潰れた仕事もたくさんあるし、一気に潰れた。で、その時に、その後何が起こったかというと、一気に僕はアート政治化したと思うわけね。社会化。
そうだね。うん、で、その後、まあ、例えば、まあ、安倍政権の問題とトランプ問題しかり、ヨーロッパ、あのペルシーとしかり、あのもう政治的な問題がもうめちゃくちゃになっちゃう。で、日本震災もあった。で、その状態の中で、君たちのようなね、まあ、僕もそうだけど、あのアートっていうのは社会が隔絶しているのが当然だろうと。つまり世直しをするためにアートをやっているっていう人間ではないわけですよね。で、だってある種今回の作品もあの映像とか黄色いね、アメロみたいなものでね、あれでさ、世界が良くなるかっていうとさ、それは良くなんねえよ。いや、良くなるか、世直しだから。最終的には、ね、最終的にはね。で、もちろん俺もそういう思いはあるけど、直接的な民主主義、つまり対話をしてさ、なんていうかな、まあ、こういった社会彫刻的な、社会彫刻はまたちょっと違うけど、そういうような、ソーシャルエンゲージとアートみたいなさ、そういうような、そういうようなものが、たくさん生まれてきた。そういうものばかりになってしまったときに、君たちは完全に、その 3.11 以前は、君たちはヒーローだったわけよ。俺の中ではな。俺の感覚ではよ。我々の世代はヒーローだったわけよ。もう圧倒的に、すごいと。でも実力は認めてたわけ。だから僕は菅君とかと、五郎君とかともあんま喋ってないわけ。なぜなら、あいつらは同じフェイントに乗ってる中で、狭いけどね、中でも、あいつらは俺は、あいつらの方には使わないぞ、みたいな。そういうなんか逆張りみたいなのが、俺逆張り。それはなんかそれ感じてた。うん、そう。だから好きだけど、だからすごい見てるんだけど、でも違う、みたいな感じで、自分の立場を取ると、だからそういうゲームをしてたんだけど、そのゲームが完全になくなってしまう。ゲームの原理がなくなったんだよ。ちょっと、これね、Q 君これ今何かっていうと、ふさに、なぜキャンサーを作ったんですかっていう質問してるところで、それに答えてる。ちょっと長いんだけど、また何か長い間に2つみたいになったら、それぞれの出会いと、それぞれに対してどう思うか。いや、その後出会ってない。いや、その後出会うんだけど、すいません、すいません、ビールいただけますか。でな、で、やっぱり、その 3.11 っていうのがやっぱり大きかったってことです、もうすぐに言いたいのは。で、3.11 ってなると、僕はやっぱりアートの業界、日本のアート、アーティストはやっぱりもう総崩れになったと思う。僕が好きだったアーティストは。で、それは、うん、それは、というか僕がアートだと思う、僕がファインアートがやるべきだというふうに思ってるの、ね、で、僕はその社会っていうか世直しの方にね、ガーッと流れてしまったときに、すごいフラストレーションというか、自分のも何もできなかったし、何もできなかったっていうすごい反省があったわけですよ。で、それに対して、一人で、なんでこういうふうな状況になってしまったかっていうと、やっぱりバラバラだったからだっただろうっていうのが、一人一人がね、問題意識があった。で、その後復活するかと思ったけど、結局個人での復活する道が見えない状況の中で、ただアートコレクティブっていうものが日本でもまた注目され始めたので、じゃあただ、しかしながら、あと弱いやつが集まって、アートコレクティブを作ってもしょうがない、うぞうむぞうが集まってもしょうがない。ではなくて、うぞうむぞうではなく、明らかに力があると思う。明らかにアート人として書くことしたポジションは、スタイルがあるんだけれども、しかしながらくすぐってしまったやつらを、くすぐってしまった 3.11 によってね、やつらを集めて、これがファインアートです。日本の。というのを世界に示していくために、作ったっていうですね。これでいい。長いよ、最後が薄いね。もうちょっとちゃんと話してよ。なんで我々なの？我々なんだろう？このメンバーなんだろう？そしたら。それは、俺のテーマの中で一つあるのは、偶然は必然にっていうのがあるんだけど、偶然でしょ。偶然ではあるの。しかしながら、もはや始めてしまった以上必然でしか感じてないな。というぐらいに、とりあえず。ダメですよ。いや、なんでこのメンバーなの？いや、一言で言ったら、なんでこのメンバーなのか、みんなくすぶってるからじゃない。くすぶってる人たちか。くすぶってる人たち。まあそれはさ、面白いね。しないんだよ。面白いけどくすぶってるって僕は。くすぶり方違うよみんな。異なるくすぶり方だけど、僕の感覚では、もっといかなきゃいけない人たちなのかな。で、キャンサーを組むことによって行くんだっていうことですね。もちろんです。それはすごいいいこと。
でひとまずでもうちょっと整理した方がいいのはちょっと時間が経ったからさ、あのごめん、ね、震災から時間が経ったから、で震災以前って日本のアートにおいていわゆる分かりやすい、まあ、その日本の外にも通じる原説って何だろう、政治的であろうとなんだろういわゆる分かりやすい、だからみんなバラバラにやってたんですよ我々の世代って。なるほど、それぞれの、興味の、だからカオスランジとかも実はそうじゃん、バラバラだけどカオスランジの人たちはひとまず共通のものを持てたからできたけど、まああれはカルチャーの土台、カルチャーというか単純にそういうオタクカルチャーだったりとかソルカルチャー、ゲーム文化とかそういった土台があったから、作り上げられたシーンだと思うけれども、まあそう、ただ何が入ったか一人一人見ていくと結局、じゃあさっきバラバラだったからいけないって言ったけど、そもそもバラバラの状態のまま緩やかに結びつくみたいな状態で我々はやった、その瞬間的に集合して、でまたそのなんかイベントやら展示やら何かそういうアクションが終わったらまた離散していくっていうか、そういう状態の土壌があった、でカオスラウンジだって当然同じで、カオスラウンジもやっぱり今はねそのこの継続されてるけど、カオスラウンジだってそういう風に見てた当時は、だから瞬間的に今この瞬間だけ集まっているかもしれない、でこれが終わったらまた離散していなくなる、これの繰り返しだっていう風に思ってたけど、その 3.11 震災でなんか知らないけど無理やり僕たちはあのそういう建設を持ってしまったわけですよ。そういう建設とつまり震災ですよ。もう圧倒的にあれに答えなければならないという要請が全アーティストにあったわけ。え、あったんですか。あったね。共通の課題として間違いなく全員アーティストはこれにどんな答えに答えて全員にあった。で、そう、でそれで実は僕もてかここにいるメンバーは基本的にはそれに対して答えてたわけですよ。実はね、みんな細かく。でも伊佐から言わせるとみんな失敗したっていう。というかね、そうくじゃまだダメで。ダメなんだ。ダメなっていうか、ね、っていうかね、俺の感覚で言うと、もはや先に答えてた。すみません。実は先に答えて、はい、質問です。はい、質問です。はい、僕は震災の時に。うん、震災がきっかけで作品が大きく変化していったっていうのは実際あったんですけれども、それが、妖精だと感じたことは一度もなかったんですね。で、今アルバ君の言ってる、妖精とは具体的に何から発せられて何に対して答えたものなんですか。それがね、曖昧だったんですよ。だから誰も発してなんていない、本当は。それ妖精じゃないんじゃないの。つまり妖精と感じたっていうこと。それ単に自分で自分に対して脅迫観念突きつけただけなんじゃないの。まあ、それもあるかもしれない。ただ多くのアーティストがそれを感じている。でもさ、それってさ、別にアーティストっていう言葉でさ区切る必要はあることなのかな。だってさ、震災の時ってさ、生き方が大きく変わっていった人ってたくさんいたわけでしょ。その人たちもある種そういったものを感じながら人生が変化していったわけじゃん。なんでアーティストが特別なのかな。それ特別とは言ってない。じゃあ我々がアーティストっていうアイデンティティ持ってるからアーティストと言っているだけで、別にアーティストなんでしょ、でだって、まあというか、まあ、そのアーティストのあの震災は結局そういうこともなんかこう明らかにしてしまったというか、僕もアーティストである以前に人間 で僕の親父は東電の下請けの会社でとかっていうところまで全部考えた上で全部やらなくちゃいけないっていうところまで行ったわけ。本当はそれ以前はそんな自分の出自や親父のことなんて条件に入れてなかったですよね、作品作ったりアクションとして。でもそれさえもちゃんと答えなくちゃいけないというふうに恐怖感が持ちました。なんでだから人間でもアーティスト以前に人間であるって。でも例えば人間であるっていうところ と、父親が、東電の下請け会社で働いているっていう社会的な条件っていうのは実は異なった要素じゃないですか。なんでそれを、そういったものに対して、ある種、明らかにしてそれに対して対応しなければいけないっていう意識が生まれたんでしょうか。だって分裂しちゃうもん。それはね、反対、それはものすごくはっきりして、それも圧倒的な他者が現れたから。つまりな、昨日の小林さんがな、君たちは自分の方に引きこもっているというふうに言ったけど、確かにそうなんだって、我々はそこから突破しようとしてたわけ。そう自分の問題を突き詰めていくところから、だからみんなね、ある意味交わってはないんだけれども、態度はすごく似てたんだよ。似てた。で、ものすごく細かいことなんだけど、そこからガッと突破していくんだって、ここは負けないぞっていうのを、それぞれ武器をもう磨いてたのよ。
でその時に圧倒的な他者がドンと現れたら共通の他者なんですから、ガーンと現れたら同じその小さいところから突破するっていうことがまるでね、本当は消えてないんだよ、全く消えてないんだよ、同じように問題はそこにあるし、うん、君たちの問題はそこに、結局はそれしか作れなかったということが今明らかになってるわけだけど、なんだけど、他者が現れたときに、その個人的な問題が流されたような感じがしたんだよね。それはもう、確かに。個人的な問題って何？それは分からないけど、それぞれが、政策における個人的な。個人的な問題というか、ある種、作家とそれぞれが個別にフォーカスをかけているイシューであったりとか、テーマとかいうことですよね。で、それが、大きな社会性にリンクしていない場合に、まあ、震災のようなカタストロフが起きたときに、それが、まあ、社会全体の、討議するべきいくら問題の中で、まあ、プライオリティが自然的に下がっていく。で、その下がった瞬間に、まあ、俺のやってたことは、もしかしたら社会にリンクしなかったで、そういう気持ちになったっていうことですか。それもあるんじゃない、そういう人見たと思う。てか、だから、アートの文脈で言うとマイクロポップだよね。だからマイクロポップの、マイクロポップ的な世界観が一気に通用しなくなったっていうか、それ意味がなくなってしまったっていう感じではあるよね。より政治的なもの、より現実的なものの方が、より価値を、プライオリティが高い。なるほどな。関西では割とその、まあ、震災以前はマイクロポップじゃないけど、全然捨てた形で割とアートバブル乗ってた子いっぱいいたのに、酔っ払ってた感じで、いっぱいいて、で、実際こう作品売れてて、で、それで C だけど、で、C が公開やばい。昨日そっくりだったんだよ。京都は結構売れてたと。売れた。そう、売れてた。で、でもなんかこう、大学院卒業して、よっしゃ、みんなこう、スタジオ作るぞみたいな感じになっちゃって、で、スタジオ作って、すっごいスタジオあった。ドゥワーッとあって、で、今もうみんなさ、もう急に売れなくなっちゃったからではなく、やっぱりそこで京都とかも関西ね、もうやっぱそこについていけないのね、東京の流れに。まず当事者じゃないから、で、むしろ当事者じゃないから、いや、当事者なんだけど、当事者のように語ることが、おそらく罪じゃないけど、お前当事者じゃないのに何その震災について語ってるんだっていうような雰囲気は、まあ関西あるわね。で、それは関西で別の震災の歴史があって、もちろんそれは阪神大震災なんだけど、阪神大震災のその流れっていうものと、まあもちろん、関東のね、東日本大震災の関西の流れっていうのは、やはり最初は、ボランティア行ったりとか、いろいろあったんだけど、じゃあその関西に住んで制作するっていう上で、まあ、おそらくその社会的なことに対して若干、まあ、ついていけないみたいな雰囲気はとなると、やはりその、関西は、やっぱりそこから、まあ、2011年以降は、いい作家はいるんだけど、ドラッと上がってこない。若手でね。だから2011年ぐらいに大学院とか、大学院生。で、いい作家たくさんいるんだけど、ぐっと上がってこないっていう状況がもう数年続いたっていうのは、すごい体感としてあって。ちょっと、そういえば、僕、この中で参加したのは、広島の、五郎、あと諏訪君が参加したんだけど、今まさに伊藤さんが言ったようなこと、つまり、まあ、東北にいた人もいるし、うん、まあ、東京、関東にいた人もいるし、僕は震災を受けた時は大阪にいたんですよ。で、大阪にいる人もいたし、で、関西の人もいたし、それから広島の人。で、大体僕らと同じ同世代のアーティストが、あれ何十人ぐらいで、30、40人集まって、30人ぐらい、20、30人か。広島の人と関西のあれ、なんだっけ、立上君じゃない、立上君とかって、小宮君とかって、神馬君とかは、京都の人たちも呼んできて、で、僕ら関東の人もみんなで広島にまず集まって、で、そこでそのことについて話した。で、そこの主なトピックは、今伊藤さんが言った通り、当事者性で、誰もが当事者だったけれども、当事者として語ることをみんなこう何て言うかな、避けてで、僕は当事者、本当の当事者は、だから僕は当事者じゃない、死者でしょ、ん、死者でしょ、
死者というふうにその時は言わなかった。つまりその死者の隣にいた人のことを。まあそうです。それも含め。でかなりもう何日も合宿みたいにして、ずーっとみんなで議論をして、でも本当にね怒って帰っちゃったって言って、泣いて帰っちゃった人もいたし。緑川君は東北なんだよね。でも緑川君が当事者だし、僕はみんな当事者なんだよ。俺もそう思う。でも、まあ、そういう議論は確かにあった。今ちょっと思い出した。そういう動きは確かにしてたんだけど、まあ、ああじゃない、こうじゃないといろいろやってた、実は、あの時は。作品でもやったし、そういうふうにみんなで集まっていろいろ議論するっていう機会もめちゃくちゃ多かったし。でも結局ね、僕の中ではやっぱり一番勝ったのはチンコだと思って、それはもう僕らがうだうだとなんかまあ議論したりとかね、まあ、それは丁寧だからいいんだけど、やって やるよりももっと前にもう震災起きてもすぐポーンってすごいスピードでもう福島行って、で作品パパパって作ってくる。いや、まず、まあ、まず5月ぐらいに行ってるんだけど、5月よりもっと前でしょ。あ、入ってるのね。1回目行ってる。映像撮ってるの、映像撮ってるのはもっと後なんだけどね。作品化したのね。とりあえず作品化とか映像撮ったのね。後なんですけどね。やっぱり僕だからね、初めね、岡本太郎のね、壁画くっつけた時ね、僕ね、チンポに、その事件が起きた直後に会ってるの。で、チンポムじゃないですよねって。いや、みんなチンポムだ、チンポムだって言ってたのよ、ね。で、俺は絶対チンポムじゃないと思うって、俺は言い続けてたの。なんでかというと、それを信じたかった。つまり、チンポム以外の誰かがこの機会に出てきたんだというふうに俺は信じたかった。そう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 。なんだけど、チンポムだったんだよ。だからね、ある意味嬉しかったから、がっかりもしたな。嬉しいけど、がっかりした。やっぱ、チンポムがすごいなとも思ったけど、全く新しい才能来たって思ってたから、うん、あ、なんだ、チンポムだったのか。でも、まあ、チンポムすごいねっていうふうになったし、あともう一人いて、竹内浩太、指差し作業。これも、やっぱりチンポムなのか、いや、違うのか。新しいやつなので、結局新しいやつだったんです、うん、まあ僕たちは同じ学校だから知ってるけど、ね、知ってはいたけど、でもチンポムじゃないって新しいやつだったコーチに言えなかったみたいなのは、で周りにもチンポムと手法は一緒で、周りにも本当に限られた人にしか言わずにウェブ上で公開して何者かわからないで、徐々に分かってる、あれ竹内君じゃない、結局だけでしょ。でも、うん、でそういうタイプの人は来る。なんかやっぱり話題をかっさらってるし、意味もあったし。まあ、大きく来てありますからね。しかし、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 続くじゃん。勝ったか？いや、だから僕、だからね、さっき話したは、総崩れって言ったけど、僕は竹内君が、新君は、ちゃんとやることだと思ってる。うん、ちゃんと勝ってるから、ね。そうです。うん、ただね、俺が思ってるのはね、これはね、もう俺の価値判断になってしまうんだけど、チンポムの最も面白い作品があそこで生まれたとは思っていないっていうのかな。で、竹内くんも、竹内くんがいたらすごく怒ると思うけれども、言っちゃうね、言っちゃってやがった。で、いや、だから、怒るよ。竹内君でも一番面白い作品あれですよ。指差し作業員の説明しようちょっとだけ。指差し作業員って福島第一原発の中で原発処理か原発処理なんていうんだっけ、 J ビレッジ、J ビレッジって言って中も J ビレッジの中ではないんじゃない、 J ビレッジの中だったらカメラ日雇いみたいな感じで契約して中に入っているんですよ。でその時は別にその意図とかの先方には伝えずに、まあ、潜り込んでその中で、まあ、見る見られるみたいな問題で、結局我々はあそこの原発原子力発電所、初代原子力発電所の この近くに死んでしまうので見れない、だからカメラがついてて、あるいはその一時的に、まあ、被爆するけどちょっと休んでまた見たりみたいな作業で彼らは分かってくるけども、その中に監視カメラがあるんですよ、定点の。でそれはネットで見れるんです。今どういうこと、それを竹内君はあらかじめ調べておいて、でそれで潜る作業員として潜って、でビトラコンチュの作品で、まあ、カメラをずっと指差し続けるっていう作品があるんですよ。これがオマージュで、オマージュをその福島第一原発の、定点カメラを利用してやったんですよ。
で、それを、あれは何なんだっていうことが話題になって、でかつそれを、まあそれも竹内幸太とは明かさずに、あるウェブサイトで公開して、それを問題化で してるんです。ウェブサイトっていうか、放送されてたから話題になったの。で、それに対して、まあ、その、手記みたいなものを残してるブログみたいな。で、かつ、また別の記者として、ニコ生だったかな、ニコ生の、東電の記者会見かなんかの時に記者として潜り込んでたのは、うん、で東電にあの指差し作業員について質問してるわけです。で、あいつ何なんだっていう話になって、で結局全員同じ人物だ。でしかもあれは何なのか、つまり初めは誰もアートだと思ってなかったんですよ、うん、なんか活動家かなんだ、まあすぐにアクティビストなの、我々はアートだから、そう僕らはね、そうが同じ匂いするからね。で結局アーティストだというふうになって、でそれは実は僕らのすごい近しい友人のアーティストだったっていうことがあったんですよ。でそれ竹内幸太ってすごいいいアーティストなんですけど、それが僕たちがさっき話した指差し作業、興味があったのちょっと調べたか、あの時に本当に意味のあった作品っていくつかしかないと思うんです。その中のやっぱり、重要な作品だいうやつ。まあ震災があって、まあ質問っていうか戻るけど、そのキャンサーの流れがあって、まあそれぞれ、まあ、その時にね、ちゃんと瞬時に答えられた人もいれば、まあ、表現ってそもそも遅いものだから、まあ、時間差があるのは別にいいと思うけど、そこからキャンサーまでの話の流れっていうのは。もうちょっとね、そう、ね、だからさ、なんかこう例えばまあ五郎君とかアルシンとか菅君とか震災以前に活動で、まあ、ファインアートで活動してた人たちっていうのは、まあ、何かしらそういうある種の社会的な変化みたいなものをすごく、自分の制作上の問題に置き換えられるレベルで経験したとも言える。まあ、例えば僕みたいにその震災時にマイナートの分野で活動しなかった人間みたいなのがいるんですよ。でそういう人間は、あれなんか全然違うショックの受け方をしているわけですよね。まあ、僕が感じたことっていうのはもう全然逆で、なんか今まで自分がやってたことが由来だっていうのは、まあ由来だは由来なんですよ。でもそれなんか要は自分のストリートアートの分野の表現で、まあ、その花の絵とかを描いてたんですね、こういうふうに。でも、まあ、やっぱりとても祝祭的な雰囲気の作品なので、まあ、まあ、これが、ね、このままだと、何が稼げれなくなるって単純に思ったので、まあ、ちょっとなんかいろいろ、まあ、ゆっくり考えようと、うん。仕事のことはちょっと一旦置いといて、ゆっくり考えようと思って、まあ、ずっとインターネットしてたわけですよ、震災直後とか。まあ、でその中でまあこうずっと津波の動画とか、まあ、そういう震災のニュースとかネットでやってるとかをずっと見てるときに、まあ、ある種その自分の経験そのもの、いわゆる今の当事者性の話みたいなのがあったんだけれども、当事者何をもって当事者と非当事者が区切るのかはまた別としても、私はそこに身体がないにもかかわらず、その映し出される映像そのものにある種その映像を表示するハードウェアの地点の上での当事者性みたいなものが立ち上がっているということです。で、その時から、あ、でもこれはすごく面白いんじゃないかって、もうだから、まあ、その当時そんなこと言ってたら、インシンだとかさんで言われたと思いますけど、もうめちゃくちゃ面白いと思ったんですよ。自分が新鮮ショック受けてることも。だからさ、キュー君さ、結局のところさ、まあ、属している業界が違ったのかもしれないけど、同じですよ。全く経験同じ。ほとんど一緒。全く言ってることも。いや、やらなきゃいけないとは何とも思わなかった。あ、それは要請があるだけで、実際に僕の興味は、キュー君とほぼ一緒。うん、いや、だから、うん、アルシンがさ、だからさ、そのさ、俺と一緒って言ってる時に、でも俺は要請だとかやらなきゃいけないなんて一つも思わなかったんですよ。そこは違う。ただ、うん、自分の生のアーティストとしてっていうか、まあ、個人としてかもしれないけど、面白いと思ったことは、同じだし、いや多分ネットをずっとやってたのも一緒だし、実際にね、あの時ほど自分の体を意識したことはないね。まあみんなだからある程度そういう、
それは別に作家に限らずみんな皆さん経験したはずなんですけれども、僕は少なくとも、べき論の中では考えたことは一度もないです、震災について。そこは違うところだね、うん、で、べき論で社会的な行動をする必要は一切ないと僕は思っています、うん、なのでそういうことは今後おそらく一生そういうことはしないでしょう、ね、なので、うん、そういう考え方をなぜみんながしたのかというところに、まあ、単純に興味があるんですよ、ね、だからね、あの時はね、だから原発反対デマってあったでしょ、あれにね、あれに参加するんだったら当然本当は今までは、アイデンティティとしてはアーティストだから、アーティストとして何か面白いことをやりつつ参加しなければならないっていうふうに思ったんだけど、でもそんなのしなかった。普通に生身の自分としてただ原発反対で言ってもいいってだけだった、うん、でこれも多分アーティストとしての皮はもう、ハグっていうか仮面はもう取って生身になっちゃったんだなこれって思いつつも、もうねこれやらなくてしょうがないから行こうみたいな感じで言ってた。じゃあそれ震災以前は、うん、1C の人間である部分とアーティストである部分っていうのが、同化してたっていうことで、してたし、してたし、うん、で仮面をかぶってたの、仮面ので叫んでたりしてたの作品が言ったよ、作品が小金井でしょ、小金井でいろいろ言ってたね、でそうそう、で基本的にはその、うん、日本って何にもないからやってたの、結局。だから、ね、べきだからやらなきゃいけないとかっていう要請があったような気がしたっていうのも、まあ、それで実感としてはあったんだけど、あの、ね、やるべきかやらないべきかっていうかね、同じ、あのね、要するに、単純に我々が立ち上げていたシーンっていうものが、実は結構ね、すごく芳醇だったわけよ。その以前、震災以前は。で、その芳醇だったものが、はやっぱりね、他者が現れていない社会というか、だから圧倒的な他者が現れていない、うん、そのまま、要するに終わりなき日常が続くね、うん、そういうものの上にあったんだ。世界系だった。世界系、世界系だったんだ。リアルな世界系だった。で、そういう状況にあったんだっていうことが、なるほど、やっぱり、だから、はいはいはい、他者が来ても俺ら変わらないんだって思ったんだけど、でも、最もそれの声援を言ってたやつらがね、つまり世界系の声援を言ってたやつらこそがそっちに流れちゃったっていうか、あ、なるほど、だから、はい、あれこれってなったっていうかな、そういう感じはあるよね。だから例えばカオスがさ、カオスランジがそのとか悪魔さんとかもそうだよね、震災の方にバーッと流れていったと、ね、でやっぱりそれはあれで、俺らはそれに対しては全然違うことをやるとか、世界系的な共感はあったわけだけど、それでもやってるのは固定的なファインアートの文脈でやったっていうところが、要するにファインアート自体では自律的にはやっぱり回ってなかったのよ、日本では、うん、つまり他のシーンがあった上でファインアートっていう、我々はまあおこぼれみたいなものを回ってたっていうかな、いう状況だったっていうことがね、露呈したのよね。そう、でそうなるとね、ただただファインアートで成立するような、例えば貴族文化とかね、うん、そういうものがね、この社会にあったならね、我々やる場所まだあったと思うんだけど、本当になくなったっていう感じがあったんだよね。それあとさ、森美術館かなんかも企画された展覧会でさ、その震災後なんかアートは可能かみたいなやつだったよね。あれが結構スノーのあれじゃん、まあ、久保田さんが言ってた、久保田さんが言ってたっけ、あ、ていうかね、多分クロッシングかな、クロッシングの一テーマが、この一部かな、それがね、結構なんかその大きなテーマになったわけ、共通の我々アートは可能っていう問い自体も ものすごい違和感あったし、で俺はね、でもね、それはちゃんと俺その毎日一回だけそのアートは可能だってツイートするやってたんですよ。意味全然覚えてない。これ意味あったとこさ。覚えてる。1年ぐらい。アートが可能かっていう問いってさ、本当にさ意味わかんないじゃん。だけどこの状況でこの世界でこの日本でとか我々にとってとかそういうのも全部何もないの。ただなんか小ささみたいなものもすごい実感したし、そうね、その無力さっていうか、法のさ、まあ、森内さんの知恵だけどさ、そういうところがさ、なんかそのさ、弱いテーマというかさ、うん、なんかでも、なんかちょっと、これな感じしますよね。アートは可能かみたいな。なんかさ、やり方がさ、広告屋っぽいんでね。それはさ、展示のタイトルっていうかテーマだからそうなんだけど。いやでもさ、いやでも展示のタイトル、そういうパターンもあるけど、ちゃんと、まあ、ちゃんと研究的なテーマの上に立ち上げるタイトルっていうのもちゃんとあるし、でもすごくそのタイトルは広告用な方だと思うんだよ、うん、そうだね、で
でもなんかやっぱみんなさ、やっぱ震災の時ってさ、メンタルになってるから、なんかそういうのにさ、引きずり回されてね、本当に。そう。だから、なんか、みんながみんな、集団ヒステリー起きてたんじゃないのって正直思ってた。その展開自体も、その、2011年以降の2、3年とかっていうのは、あそこの美術館がこういう企画で答えてた。じゃあ、水戸のあっちはこういう企画で答えたとか、それもどういう人が参加してるかとか、そういうのがすごいこうたくさん出た時期だった、うん、まああのそれこそその震災以前のまあファインアートのアート進化世界系だったっていうところがすごいあの分かりやすいんですよね。やっぱその世界系のさキャラクターってさ自分のアイデンティティと自分自身のさ社会的な立ち位置っていうのも完全に同化していてさ、だ要は分化できないんですよ、社会的な自分とアイデンティファイしている自分っていうのが。で、故に世界に対して転覆行為を仕掛けられるっていう性格を持ってた。そうなんだよね、世界系って。でも、例えばそこでさ、なんていうんだろう、当時世界系だと、まあ、カオスラウンジとかアズマさんっていうのをバレンスいたしてたんだけれども、でも、なんかカオスラウンジが、特にカオスラウンジの話、もう僕はまあ、そのこの話の中で、東さんのカウンセラーとかを話せると思うから、まあ、彼らについて話せるんだけども、彼らが震災が起きたときに、やはりその、ある種の、オタクコミュニティみたいな、中で、まあ、ドライブしてた価値観から出ていったっていう認識をかなり多くの人が持っているはずなんだけども、実際は、もうそれは震災直前ぐらいにはもうそうじゃなくそれができなくなっていたはずなんですよ。からなんでかっていう と,、オタクコミュニティの中で彼らはすでに破綻していたんですよね。なんだろう、例えば、まあ、双葉であったりとか、まあ、要はウェラボール決め子の問題であったりとかっていうのがもうガンガン出てたわけですよね。それはもう、まあ、表面化する前の状態 でずっとアンチと彼らが戦っていて、オタクコミュニティからほとんどブラハチブ状態でドライブしてた部分があったから、彼らがある種その震災という、まあ、大きな転換点の中で、社会的な方向に目を向け出したっていうのは必然だったのかなってことで、それね、すっごい短いスパンでの出来事なんだよ。え、そうですよ。あのね、2009年じゃないかな、カオスランジの第1回目の、そうですそうです。で、2010年にあのあれだから夏にあのアルバトルワイルだから、でその後村上さんと懇意になり始めたのがなんか9月とか10月で、その間に破滅ラウンジ、そうで破滅ラウンジもあった、破滅ラウンジぐらいだから、で冬ぐらいにあのあそこね、あの銀座じゃなくて有楽町のところとかにやってたりしてるわけだけど、その時はまた村上さんとすごく仲がいい、でその後あのだんだん仲が悪くなるみたいな、なんかもうものすごい短いスパンで、あだからものすごい大量にあったのよ。あ、2019年、10年ぐらいって、あの時は、どれぐらい密度よ、だってさ、いや、すごいしてるんですよ、ものすごい密度でやってる。そうだ、思い出した。あのさ、ジャポニカがさ、全然関係ないところ でさ、あの、イベントやったのに、あの、カオスラウンジのアンチの人来たからね。お前らもアートの人でしょみたいな感じで、ちょっと言いたいことあるみたいな。カオスラウンジのアンチ、自分がどんな活動してるかっていうのをパーって話して、おっさんだったけど、そういう人いた。あの、特許取っちゃった人。あのおっちゃんがいきなり商標を取ったおっちゃんがいきなり乗り込んできて、カオスラウンジの悪口になくれって。でもね、それはね、だから俺はオタクコミュニティから、あの、弾かれたとは全く思ってないの。全く逆なの。オタクコミュニティの中にどっぷり使っていたからこそ、起こっていることだったから、僕はそこから離脱しようとしたのは実は村上さんだと思うよ。離脱させようとしたのは。で、あの、で、あ、で、カオスラウンジはそっちに乗り始めたから、あ、そっちに行くんだなと俺は思ってたわけ。それで面白いなと思ってたんだ。今言ってないね、でもね、考えると。エスタブリッシュの感じになってないね。どうするんだ、喧嘩しようと思ったら。なってないね。だけど、まあ、なんかそう、だからいろんな動きがあった、とにかく。あと、当時の感覚っていうか、僕の見方は、結局、アンチの、無数のアンチの人たちこそが、カオスラウンジの、エンジンだって思う。そうその通り。だから、でも本人たち、メラボ君とか、あの、ウズ君とかは、辛かったと思うよ、実際。うん、それは辛いよ。だあんな叩かれてるから。だけど、実際、肌から見たらエンジンですよ。もう、よりカオスラウンジを強化するためのものです。でもね、それはね、やっぱ、外から見てる。だから、言っちゃうと、そういうふうには言わないよ、本人に。いやいや、そうだったね。
動きとしては。いや、それは実際そうであったかというとそうではないと思いますよ。いや、それアート業界から見てよ。いや、アート業界からじゃなくて、僕はまあ割とそのアート業界と、カオスラウンジとどういう関わり方だったの？アンチだったの？いや、違う違う。一緒に作ったの？だから、僕は、カオスラウンジと知り合ったのは、まあ、最初は、どっちかというと、サブカルチャー文脈なんですよね。いつあったの？そうか、2010年ぐらいですね。うん、で、破滅とか破滅破滅以降、うん、間違いない破滅以降。2014年代の後半ぐらいだったと思いますよ。で、2012年。13年ぐらいの辺りで、カオスラウンジが、完全に干されてでそのぐらいの時に一回トークショーやって、すごいこう、うん、おめでとうトークショーになったんですよね。で、その時にもうすごいありがたがられたっていうのを覚えてて、で、実際、黒瀬君も確かその時期は本当に 何もなかったって言ってたので。だから、その例えばアート業界から外野的に見て、アンチっていうのがある種のエンジン的装置として働いてるっていうバイアスが入って見えるっていうのは実際わかります。僕もその見え方はわかる。だけれども実際そうであったかというとそうではないというのを知っているので、それは違うよっていう。それはもちろん違うと思う。違うとは思うよ。だから、事実関係は違うことは違うわけですよ。でそれはやっぱ言わないといけないから、こういう話が出たでしょうね。そう思う。多分キュウ君がやったぐらいの時に、多分キュウ君とクロッチェ君とかメロ君ここに来てくれたのってあれいつだっけ？ここでトークしたよね、カオスラウンジとジャパン。ああ。でね、メロ君ここ近くでしょ。ああ。でこの走って、ね、このマラソンのコースなんですって嘘ついて見に来た。あったあった。見に来たくせに言うもんだけど。あったね。あったよね。多分ね、同じ。14年。いや、もっと前だよ。たぶん、たぶん、たぶん、たぶん。あ、なんかあった違う。別に。田中幸喜の。でも、ちょっと話が拡散してる。まあいいや、それはもう、倒せるときに。ちょっとそうそうそう。で、だから、大体、だからさっきプサ、結論言ったみたいなふりしたけど、言ってなくて。で、そう。で、僕たちはそういう前提を持っていて、で、まあ、長いよ。長い。で、で、その震災でそういう経験っていうか、ちょっと震災関係でちょっと喋りたいみたいな、はい、そうそう、なんかすごい思い出したんだけど、お肉の作品あるじゃん、はい、お肉の作品、あれ考えてみたらっていうか、あんまり言わないんだけど、あれはやっぱり僕の中で震災をやっぱあって、2012年スタートなんだね、うん、で、そうなんだよ、あ、そんな新しいのかい。そう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 、2011年に震災があって、で、まあ、まあ、俺のと一緒だね、同じシリーズと。そうそうそう、なんかね、やっぱちょっと一段階、まあ、僕は当事者じゃないと、当事者ないって言ってもんもんとして、なんか実はまあ細かなチャリティー企画でやってるのね、関西でね。で、そういうことやったんだけど、でもやってお金だけ送って、でその後、あ、やっぱ俺当事者じゃねえんだっていう、まあ、お金だけ送ったんだけどっていうのはすごい痛感したのね。で、じゃあそれを作品化するって言った時に、でもやっぱりそこは逆に言えば、阪神大震災は体験してるね。で、ずっとこう内在化してて、じゃあどうしようどうしようと思って、で、まあ、お肉はさっきいろんな意味があって、まあ、例えば英語圏の人が見たらビーティングミートとかオナニーって言うのね、うん、本当に15世紀からあるビーティングミートっていう、まあ、本当にマスターベーションでもあるので、まあ、まあ、それはそれで僕は肯定的に考えてて、まあ、生きるということはまあ一つ、マスターベーションだと思ってるね。で、ただそれは死者の上に成り立つ、マスターベーションだね。何言ってんだけど。で、ただその、まあ、震災をどう捉えるかっていうのは主観じゃない、そういう意味じゃないけど、いや、だから結局死者を引き受けてるんだよ、まあ、あの肉はね。うん、あの肉は、まあ、別に震災だけじゃないんだけど、まあ、まあもちろん送迎やってたからさ、多くのさ遺体さガンガン触ってさ、だんだん常にあったかいところが冷たくなるところにずっと触っていくと、まあ、やっぱりなんか死んでいく死者を引き受けて生きていかなきゃいけないなっていうのも、まあ、まあもちろん震災もね、もう全部含まれた上でのお肉なんだっていうのを、
まあ、普段言わないんだけど、うん、まあ、そういうことがあって、でもただみんなの作品っていうのは、まあ、おそらくその表面的には震災っていう形に直接リアクションとかする形はないんだけど、おそらく一旦身体に入れているっていう意味では共通してるんじゃないかなって。それは本当に本当に共感する。そう。で、あそこ、うん、そう。で、さっきも Q 君の時にも話ちょっと出そうだったけど、ちゃんとまあ今話さなくていいかもしれないけど、あの時より強かったのは身体です。だから僕らが今回あのキャンサーの展示でテーマとして設けてるものもやっぱり身体で、それ以前からももちろんあった。ただあの時に。ていうか感覚的に身体がどんどん薄れ、身体感覚とかどんどん薄れていく、あるいは別物になっていくんじゃないかと思ってたわけ、それ以前は。でも、あ、僕はもうこの肉でしかないんだっていう絶望はあった。これにもう揺り戻しっていうか、ここにまた戻されちゃった、この問題どうにかしなくちゃならなきゃ。でもやっぱ身体っていうのはやっぱあのセットで死がいるから、あの、まあ、身体がない状態っていうのもセットであるし、だから昨日さ、もう今度さ、いかに超越するかって話に結びついてる。で、震災の時さ、めちゃくちゃ怖かったって、放射能が。でもさ、放射能なんで怖いかってさ、その時考えたわけ。それってさ、あの、まあ、体が怖がってるっていうことなんだけど、それで僕が怖いなと思ったのは、結局ね、怖がれないのよ。他のものって体がちゃんと恐怖するの。高所に行ったら、高所恐怖症の人のように、あ、ちょっと怖いって話が進んだりするわけ。で、なんかこう、なんか殴られたりとかしたら痛いから恐怖するわけ。でもね、放射能って何も感じないわけ。で、放射能入りの何か食べ物食べたら美味しいじゃん、普通に。だから、何にも恐怖、体が何も恐怖できないという恐怖心だ。だからね、俺ね、それでも、単純にさっき言ってたよね。その津波の他者って言ってたけどね。要するに我々の他者として現れたものがこの身体だよね。そうそうそう、圧倒的他者だよね、身体自体。で、それに恐怖って。で、私って、でもね、他者なんだけど、私って結局ね、これだったの。だからそれはね、まあそれがある種の絶望としてね、現れてくるわけだけれども、一気に希望に反転することができるというのが、うん、まあ可能性の一つだと思う。だからそこにかけてみたいっていうか、まあそれでいいと思う。それはキャンサー。そうそうそう。アルシンがすごいいいまとめ方してくれたので、すごいこう、もう話してるのか、ちょっと腰折って申し訳ないんですけど、うん、僕はその身体みたいな、うん、に対して、うん、明快に意識が立ち上がったのって、うん、震災以前なんですよ、実は。オタク文化にいたときに、うん、まあ、そのゲームのキャラだったり、アニメのキャラみたいなものにこう、いや、それをものすごい濃密な声をするわけですけど、うん、キャラクターはいつまでたっても画面の向こう側にいて、うん、自分はこういつまでたってもこの体に閉じ込められているっていう、うん、そう、だから、まあ、そうだよね。うん、その感覚で、それがこうずっと僕は持続してるんですよ、その怒りが。なるほどな。だから Q 君そうか。だからさ、その子供、僕ね、妹が出産した時にもかなり身体にまた戻されてたわけ。うん、うん、だから Q 君ってあの個人情報とか言ってもいいよね。その子供生まれ、子供を産んでるわけじゃない、まあ、奥さんが産んでるんだ。それって結構な経験、身体とかそういうもの、身体だけじゃないの。いやだってね、どうだろう、本当はだってどっちキャラ、この体捨ててそのキャラにずっとログインした状態で行きたいと思わなかった。俺はそういうふうに思ってる、思ってる、今でも思ってる。でもそにもかかわらず、このなんか頼りない、いつ死ぬか分かんない、いつ壊れちゃうか分かんない、この不確定な体で過ごさなくちゃいけないことの恐怖っていうかさ。あ、でもまあそこそこよくできてるアバターじゃないですか。よく動くしさ、綺麗に、まあ、よくできてると思いますよ、人の体が非常に。だけど、でもなんかそういうことじゃないんですよ。あのアバターの出来とかそういう話じゃなくて、うん、私はここにしかいなきゃいけないっていうことに腹が立つんですよ、僕は。ああ、うん、すごいよかった、うん、で今ここ私ですね。そうそうそう。でも、まあ、子供とか生まれて変わるかなと思ったんだけど、うん、全然変わんなくて、なんか、ああ、人間増えたなみたいなくらいしか考えがないんですよ、実際。子供は可愛いし、それは、なんだろう、親としての感情みたいなものも当然芽生えるんだけど、そういうことじゃなくて、あの、その、要は自分に意識変化が起きるかなっていう、気持ちは、予感はあったんだけど、なんもない。Q君はね、そのままなんだ、ずっと。ずっとそのままですよ、ずっと怒りがある。なんで腹減るんだよってことでしょ。姿に聞こえ。ああ、そんな変わんないよ。別に俺そんなアバターとか、
須田君一緒にセカンドライフやってたから。それは仕組みあるけど、あるけど、まあ、ちょっと別だ。まあ、ていうか、そもそも子供とか出産みたいなイニシエーションで、まあ、ジェンダーの問題で語るのもどうかと思うんですけど、男性は、そう、男性は何もしてないんで、女性は変わるかもしれないですよ。そう、もしかしたら。でも僕は女性じゃないから、それについてははっきり言えないです。あ、でもね、それはね、震災以前からそういう議論はしてた、僕は。だから、そうそうそう、男はどんどん体なくしていく傾向にあるのは、そのせいだよって言われたから。そういう方向にね、走りがちなんだよ、男は。という指摘を受けて。まあ、確かに、出産できないから。でも出産できるんだったらしたいよね。うん、だから僕できるんだったらどうしてもしたいから、あの出産 の, あの映像作ったよ、映像作品、うん、なぜ僕は出産できる能力ないと絶望したことはある。ああ、なんかそういうのは分かる。あの育児しながらなんで俺は母乳出ないんだみたいな気持ちになったこと何度もあるから。そう、でも、まあ、でもある種は無性ある感じですけど、ね、で出産できるんだよね、それ今人工子宮。まあまあね、技術的には、ね、サイボーグ出産ですか。人工子宮って男にも産み込めるの？産み込める、もちろん。もちろん、ね、産み込める。どうなんだろう、ホルモン分泌とかないから、ね、産み込んでる人。ダミアン、伊藤ダミアン、僕はね、この人ね、人工子宮入ってますから、ね、入ってる。何の話だっけ。あ、まあね、それで、なんか、キャンサーに戻る。まあ、身体の話ですよ。戻ってくる。だからさ、キャンサーの第1回の展示が、展示テーマが身体だっていうのはかなり。だから、僕はずっと、なんか、震災の話の中で意義を唱え続けてるのは、うん、キャンサーっていうグルーピングの、一つの、なんでしょうね、まあ、明確な一つの理由みたいなところに震災を入れられても、まあ、正直全然わけが俺は分かんないので、だから分かったので、それを言えばいいんだけど、ただ俺はなんで今日この話をしたかっていうと、昨日打ち上げの後に3人で話してて、でそれは受けるのって言われたんだよ。で、それは受けるのっていうかね、失敗したってことにしてたのよ。でっていうかね、なんでかっていうとね、何かというとね、そこでね、俺らと同じ、というかこういう説明、あ、まあ、そういうやつもいる。まあ、そういう説明も可能だっていうぐらいの、俺の感覚ではよ。なんだけど、ただ、それはね、ものすごく、これを言うと傷つくやつがいっぱいいるっていうことね。要するに、震災で、ドーってこけたやつがいっぱいいるから、売れなくなっちゃったやつとか、すごいいるのよ。で、そいつらを巻き込めるぞって、あいつが言った。いや、戦略的にあってるんですけど。みんなね、本当に、あの時は本当にシリアスに本気で、ね、これに何かしなくちゃならないですよ。すごい頑張ってたけど、全員。いや、で、今でもシリアスだよ。そうかね。で、うん、それに対して、全員こけてるっていう言い方をしたわけ。うん、これは、みんな意義を唱えるんですよ。いや、頑張ってます。で、なんかさ、そういう人たちに興味あるの？そういう人たち、俺さ全然興味ないからさどうでもいいんだよ。だからまあ、でもそれはキュートの呪いだからもういいとして。うん、いやだからいや興味ある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 よそれは。あるんだ。うん、一応な仲間だと思ってる。ああ、なるほど。だからそれ全然それこそいっぱい見てもらう。アクターじゃん。大事大事、うん。いやでもさいや僕なんかそういう人たち必要なのかなと思って。あ、一つはねだからやっぱりアートのシーンをちゃんと作らなくちゃいけない。だから俺ね、必要とか必要じゃないとかもう考えるのやめたんだよ。なんでかっていうとな、俺にとって必要なのは別に作品があれよ。で、こっちはね。待てよ、ちょっと。いや、じゃあ、なおのためにキャンサー作ったんですか。いや、面白い作品見るってことだよ。それだけでいいじゃん。それだけでいいんだよ。まあ、違うの、違うの。で、それだけで通用しないっていうふうに、みんながね、だからそれだけでいいって言うんだったらね。いや、それだけでいいよ。それだけでいいんだったら、俺はもう、あれだよ。展示すら しなくなっちゃうとかしたら、俺は。別にいいんじゃないですか。どう？それ言われると俺なんかちょっと腹立つわ。本当に答えは超めんどくせえもん。答えは分かんない。超めんどくさいけど見たいからやってて、うん、でなんかもっとなんかさ君らにプレッシャーをかけてさ面白いものをさ出せるやつがいたらそれはそれでもいろんな人がやってくれればいいと思うんで、まあ、俺もやるかもしれないけどねそれでも、うん、だからなんかまあまあいいやもうでもなんかもうだって面白いの見たいのもん。それが一番重要じゃん。そうだよ。でもそれはもう言ってるから別に今確認しなくてもいいじゃん。いや
でもなんか今僕言ってる。そもそもさ、おそらくさ、キャンサーってどっからその言葉が出てきたのってさ。キャンサー？キャンサーって多分、ガンっていうのは多分、皆さん思ってないですよね。なんでキャンサーなんでキャンサーなのって言って。俺、僕の記憶では、キュウ君がもうなんかガンとかでいいじゃんって言ったんだよ。あれすごかったっけ。そう。なんかそうで、なんかあれがこれキョンさんってキュウ君がつけたのこれ。いやじゃあガンって言ってで でなんかそれなんか身体の話をしたんですよ。そうでなんかなんかみんななんかいろいろ考えてたんだけど、なんかそいつら似ても食えなそうなやつらだし、なんかこういうなんかもっと悪辣とした感じで やってった方がいいんじゃないのかな。なんか別称がいいなって言って、別称ね、別称ね。なんかでもね、俺ね、今日ね、アルシンにね、キャンサーとは何かっていうのをね、説明しようということを問われるのが分かってたからね、俺答えをね、持ってきたの。はい、キャンサーとは何か、はい。キャンサーとは星である。その心は。その心は。以上。何それは。え、は何昨日酔っ払って自転車に乗り、星である。乗って帰りながらね。また愛してるって。星である、そんなこと、なしなの。いやそれ発表しちゃダメなやつだから、それ。じゃあ俺はね、何それ、すべて俺これで説明してるって何だからな。すべて愛で説明しようとするからね。あのな、星という、つまりね、だから星座ですよ。当然ながら星座のことを考えたわけ。蟹座ね。で、要するに星あるかないかも分からないわけですよ、もはや。あの光はな。なんだけれども、あるかないかのものを、しかも勝手につなげて、まずは直線でつなげ。そこからイメージを立ち上げていくわけでしょ。いい、星一つだったらイメージは立ち上がらないで、線もないんだ。で、それ実在すらもわからないんだ。ディメンションを増やすってことですか。ディメンションと、でもディメンション、ちょっとね、ちょっともうちょっとのイメージ。星座のことでしょ。もうちょっとイメージ。星座のことじゃない。そう。僕と七星みたいなやつ。で、それが、それ、そう、カニ座とかサソリ座とか。だから星なんだな。俺はそういう結論になった。パリ企業はね、なんかもうこの話やめようか。もうキャンサー欲しい。二度とも聞かないもん。答えないってことだね、じゃあ。あるよ。欲しいなんでしょ。これ以上の答えはないなって。でもキャンサーって、いくらでも言えるよ。いいっていう妙だよね。いくらでも言える。グループ名として、本当なんかこう、いいラインを作ったよね。いいラインの名前つけたんだけども、ちょっとやっぱ嫌悪感あるしさ、嫌悪感あるし言いたくないし、でなんかでもやっぱなんかこう、まあなんだろう、新生物だったりするし、なんかキャンサーって言うときもちょっと恥ずかしいんだよ。新生物がさ、新生物もう慣れたね。ユーカリオとキャンサーの意味的なさ、親和性。いやいいよ、何も喋ってない。あ、ゴロ何も話してないじゃん。いや、ちょっとまあ。あれ？いや、多分小林さん。ここなんかムカつく。いや、多分小林さん。そうだ、あっから絶対ツイートするから、もう今言って。なんか正しいこと言うんでしょ、どうせ。いや、ちょっとなんか、なんかまあ、ちょっと、こう、話のポイントをちょっともう少しずらしたところで、なんか別の話を。あ、そう、いいよ。ゴロだけなんだ。じゃあ、何がいいですかね。オートペイシス。いや、オートペイシスの話をちょっとやめてもらって、まあ、することになるかもしれないけど、キャンサーとは何かということと、もう一つは、ユーカリオでの展覧会について、キャンサーのメンバー同士で話すっていう機会なかったので、待ってね、それをやってもいいかなっていうふうに思います。で、その二つは今日やろうと思って。まあ、昨日のトークで、こうちょっと対話がこう分断されちゃうというか、まあ、小林さんに何かを聞くとかっていうことがあったんだけど、それは、まあ、キャンサーのメンバー同士でこう相互に何かこう対話をしていくっていうことがあんまなされなかったんで、だから展示、まあ、グループ展でやった展示の内容とかについて、まあ、なんかこういちゃもんをつけていくというか、なんかあれなんであれなのみたいなこととかでもいいし、その。イチャモンね、アルシンにちょっといろいろ聞きたかったんだけど、でも上の点で見たら大体分かったから、もういいかな、これは。じゃあさ、聞きたかったことと分かったことだけ教えてくださいよ。
ださいじゃん。だからさ、あの玉の中身とかをさ、上で見せてるわけじゃないですか。うん、あれ玉なの分かったからね。分かった分かった。いやだからすごいこう分かりやすい、ちゃんとオチをつけてくれてるから、なんかもう大体分かったんだけど、でもなんで、うん、むしろこういうなんだろう、古典で答えを出すっていう、あの、なんだろう、リレーションのある構造を作ったのかなっていうのをちょっと聞きたいです。それはだから僕の脳の構造のせいで、そもそも僕の認識とか、物の考え方とか、あの生き方そのものが比例してるんです。なるほど、なるほど。はい。わかりました。分裂や。分裂や。後からしかわかんないですよ。うん。自分とかも分裂してるんだ。分裂かな。うん、そう。他の作品が聞きたいことか。あの、伊藤さんの作品が今回、あの一番発見を起きてることは、あの伊藤さんがあの肉叩くのがどんどん上手くなってるっていうのを発見できたんですよ。あの最初の頃って腕がすごい手間から上がってるんですよ。で体幹もブレブレなんですよね。だけど最後の方ってもうなんかこうずっと体幹を常にこう中心の座ったままこうすごいね、あのなんで体のフリップというかフォームがすごいこうコンパクトにまとまってて、でそれ見てた時に、でそれ一緒に見てた人が、龍谷大学の仏教研究者の亀山さんだったんですけど、亀山さんと一緒に見てて、亀山さんは肉叩きながらでも瞑想に入れるんやなってずっと言ってて、なんかね、あ、本当になんかその瞑想に入ってるっていうのが分かりやすく見えるんですよ、叩き方で。でまだ最初の方はなんかこう瞑想に入りきれてないなんか、なんかそういうなんか肉叩くのでも人は上手くなれるんだなっていう発見があって、いや、これでもね、あのちょっとまあ、理由というか、まあ、実際ね、やっぱうまくなって、あれはもう、あのほとんど、最初のテイクは6テイクぐらいやってて、でもものすごいしんどいからね、あの10分やるからね、6テイクだったらもう1時間上手です。で、もう今はもう1テイクで終わってるわけですよ。だいぶこなれる。だいぶこなれる。めっちゃ早いから。めっちゃ早い。すげえ早い。めっちゃ早い。1時間あったら、もう大体取れるかな、みたいな感じで、で、まあ、それはいいんだけど、まあ、一個さんあって、それやっぱ牛ちゃんのね、作品の、そうそう、ボクシングペインティングがあって、で、ポロさんね、アナスさんのパパにのコレクションで、ボクシングペインティングがあって、やっぱ初期のやつはすごいブレてて、これ出てるねとか言って、で、コーヒーのやつはこう、ちょっと悟りの感じがするって言ってたのね、うん、なんかこう、ちょっとこう悟りの感じがするで、やっぱそれ聞いて、やっぱ、牛ちゃんが、うちの親父のパパさんが、やっぱコーヒーになってくると、叩き方自体が、やっぱり、悟りとは言わないけど、なんかね、こうちょっとこう、なんだろう、繊細というか、まあだから、まあ、そうそう、うまい。キュッてやったら、クッとこうやったりとかね、跡が見える。そうそう。パッとこう、見える。そうそうそう。いで、それ聞いて、あ、やっぱちょっとこう、考えなきゃいけないなと思って、肉叩くのに。いやいや、一緒に。これ、まあ、誰が見ても分かると思うけど、僕はね、だからね、伊藤さんの初期のお肉の方が、叩くリズムとか、あの体の疲労感とか好き。ただで、表情とかもやっぱり辛そうになったりとか、頑張るぞっていうのがこうすごい顔が結構変わる。本当に音の変わりがすごいよね。そうバンバンがこう、いきなりこう弱くなったりと。余裕があって見れるの。余裕がある。で、最近のやつはもうね、なんかね、本当に文句よく書いてる。マシーンみたいになってる。だからね、なんていうかな、その体の軸がもうね、肉たたくためにね、そう最適化されてる。そのために全然最適化、最適化されてる。ぬれてなくて、ただね、体の感じは今の方が絶対いい。そうだよ。デニーロが、デニーロがさ、レンチングデニーブルのために太ったんだよ。一緒なんだよ。俺はもう肉叩くために太ったんだよ。で、その間やって、見た目的には、つまりその ビジュアルっていうか、伊藤さんだけ見てると、その音とかリズムとか関係なく見てると、叩いてる人としてはいい。体が。うんそれはもうちゃんと作ってるから。でね、これはね、僕のそのアートとかは全然やってない。妹ファミリーが見に来た時に、やっぱり伊藤さん、みんな伊藤さんのやつをすごい作ってる。うん、でね、そうそう。で、それ言ってた妹がそういうふうに。体がだんだん変化してる。そうそうそう。で、あの人は。私にね、あの人は友達ですか？だからそれがね、海ちゃんって言って、姪っ子がいて、姪っ子が昨日の夜、こんばんはって言って、明日でもいいから既読してねって言って LINE を送って、感想言ってました。
キャンさん、言うと読んでる、うん、特に内容ないから。あと感想、面白かったです。めっちゃ綺麗でした。肉を叩いていた人は知り合いですか？知り合いです。あのガム飾ってあったり髪型のとか、まあいろいろ言ってるけど。いろいろ聞きたい。知り合いですかって、それはそうでしょ。小学校5年生なら分かってると思う。まあ、でもやっぱりこう、まあ、さっきの話じゃないけど、まあ、やっぱりあの死者を、ね、引き受けていくんですよ。うん、そうなんですよ。もう、まあね、まあまあ、最近で言ったら、僕 の、まあ、あの祖母が死んで、まあまあ、犬が死んで、まあ別にそんな、むしろ、ね、死ぬことが普通になってくるんだよね、だんだん。で、まあ、例えばじいさんに、あのまあまあ、今年で100なんだけど、インタビューして、もう全身だと、99なんだよね。まあ、もうばあさん含め全身で、あの世ってあると思うってじいさん聞いてしたら、ないって言ってた。ゼロだって。いいね、俺、じいさんだな。じいさん、うちのじいさん本当に、もう本当そっくりで、もうゼロだよ。もう全員いろんな友達いたけど、一回り下の、一回りね、12歳下の釣り友達も死んだと、うん。で、会えるって聞いたら、あの世会えるって言ったら、ゼロ。全部終わり。でもすごくそれで、ね、その宗教感を持ってて、まあまあ、やっぱりこう、なんだろう、文化的には仏教圏に住んでるから、し、分かるんだけど、でも、ゼロっていうのは、あれ、でも、やっぱりじいさんじいさんに引き受けてるの、いろんな人の死はね、もはや止まずゼロなんだけど、まあまあ、僕自身もやっぱりさ、引き受けていけない。っていうのを含めて太ってる。それは全く分からなかったけど、ただ俺でもね、その話ね、やっぱ昨日また聞きたかったな。やっぱりね、昨日ね、桑井さんとかね、本間さんとかはね、荒川さんだったらどういうかって、荒川さんの代わりに喋ろうとするんだよ。でもね、代わりじゃないの、代弁者じゃないので、やっぱり僕らはレリーフにリリーフにしなきゃいけないっていう感じなんだよな。だから、代わり、なんていうか、その、代わりじゃないんだよな。だから僕は荒川さんの死を引き受けてるように僕もあるわけ。で、おじいちゃんとか、ね、あるけど、生きてるけど、親父もあるけどな。あいつの死も引き受けるつもりだけど、なんかそういう、なんか、こう、しかもすごい勝手によ。俺はだからさ、彼が、ね、荒川さんが何をやりたかったかとか、まあ、それはもちろん気に勉強するけど、でも、それは重要じゃないっていうか、なんか、俺を引き受けた、勝手に引き受けたよ、やさっていう、なんか、ただ単にそれも偶然必然になんだよな、ただ引き受けちゃったっていうのを、いかにこう、俺が作る何か端っこをしたり、何か天井を作ったりすることによって、形にしていくことっていうことでしか、死者には応答できないっていう感じが。あな、だから勝手に言っていくしかないんですよ。そう。結局、だから正しい作法で正しい継承の仕方なんて本当はなくて、だからさっきの当事者性の話にもこれつながるんですけど、当事者性っていう言葉の中に、ずっと居続けると、どんどん排他的になっていって、最終的に誰も入れなくなっていくんですよね。そう、だからね、ていうかその言葉だからなんだと思うんですよ。当事者性という意味、読み替えるのよ。当事者って言ったときに、じゃあ当事者じゃないやつって何だろうって話になったら、よそ者なんですよ。ああ、だからまあ、なんかそうだな、田舎っぽいな、なんか、そう、地層外の話になる。そう。でも、なんか、俺は、なんか、当事者は当事者でいいと思いますよ。だけど、よそ者が勝手にやっていくっていうのも大事だと思うんですよ。そう、まあ、それこそアジアさんの考え方ですよね、アジアさん。だから、なんかその、勝手にやればいいんですよ、やりたいことを。我々は勝手に継承したいものを引き継ぎたいものを勝手に。でね、そのためにそのためにね、俺ね、やっぱね、6年、6、7年かかっちゃったんだなと俺は思っちゃった。やっぱ震災の後で、それはやっぱ圧倒的な他者っていうのが、しかもね、複数現れたから俺混乱したんだと思うのよ、みんな。津波とか原発とか、あるいはその社会が先鋭化といっても右傾化といってもいいけど、すごいデモがね、デモが空想化したりとかね、SNS が空転したりとかね、まあそうですね、あらゆるものが、あらゆるものがこう、同時にバッと来てしまって、俺ちょっと対応できなかった感じが、俺自身も。だから実際俺ね、震災後の1週間ぐらい、ずっと YouTube 見てたはず、俺すぐ逃げたんだけど、廊下に。で、その後ね、
何やってたか俺記憶にないんだよ。で東京に戻ってきた時にすごい暗かったっていう記憶はあるんだけど、多分すぐ戻ってきた。うん、あ、また仕事やんなきゃしようと思ったから、まあ、1時間ちょっとぐらいかな、でも戻ってきちゃったんだけど、でもすごい怖かったよ。だけど、あの、とりあえずすぐ逃げたの。で、まだ空いててね、新幹線が。爆発した後よ。なんてことしてくれたの。なんかね、そこまでの記憶はあるけど、家で何してたか全然覚えてない。ずっと見てた。ユーストリーム。まあでも俺もね、ユーストリームと YouTube とね、テレビとずっと見てた。なんか、まあいいや、あの、でもね、そういうね、混乱の中にあって、あの、まあ、でもね、あのね、どうせ戻ってくるんだろうなっていう感じはしてた。どうせ俺同じことしかできないんだっていう感じは分かってたんだよね、俺自分でも。なんだけど、なんか踏み出せなかったな。でもそれはなんかこう、怖かったからかもしれないし、いろんな気があると思うんだけど、でもなんか、あ、でもな、でもね、こう言ってよければね、こうかもしれない、こういうことかもしれない。その後ね、つまりこの、まあ、ゆうごくんも来ると思うけど、まあ、この4人と会ってね、その後伊藤さんと会ってね、で、伊藤さんがね、ちょっと復活のきっかけをね、俺にはすごい与えてくれたって感じはあるんだよね。伊藤さんとの出会いとか、で、それ何年か俺何もできてなかった時に、やっぱり伊藤さんが京都でこんな面白い作家いるのに東京で紹介しないのはダメだと思って、東京に連れてきたり、で、これどんどん言うようになってきたしね。で、あの、キュー君みたいなね、そのすごいなんかこう、キャッチーなんだけど、ただのお宅みたいなさ、ただのキモータみたいなやつが出てきたんだけども、あ、これは、もう、いける、あ、なんかこう、多分なんかその時に俺がだんだんこう、この二人によって、あの、こう、後押しされたとか、こう、自信がついて、あ、これいけるととか、こう、俺のなんか手応えをね、こう、二人が与えてくれたような気はするね。全然その記憶ないですけど。いや、記憶はないよ。だから、君は気づいてないんだよ。君は気づいてないっていうか、俺だけが気づいてる。あの、与えられる人間は勝手に与えられるからね。勝手に。いやいや、与えられる。与えられる人間は、与える人間から与えられるんじゃないですか。勝手に与えられるんですよ。ああ、そうだね。だからなんか勝手に拾うってこと。そう。だから俺は常にそういう感じはしてる。あの、批評っていうのはそういうものだと思う。だから、この東京だったりとかもそうだし、まあ、あらゆることもそうだけど、すごいちっちゃいところを拾っていきたいっていうか、あの、それに注目するのが、見るものの仕事だと思う。お前気づいてないから、これ。そこからギューってこう読んでいくっていうね。それはもうたまんないよね。楽しい。これだけやってる。いつもそれやってるよね。そろそろ終わりの時間です。はい。質問を会場から最後受け付けたいと思うんですが、質問ある方いらっしゃいますか。球体を人を球体に例えたって昨日話してたけども、人でいいんですか。私ならわかるんですけど、人。ちょっともうちょっと説明。人が球体ってそれも悟り開いてるというか、そういう状態からの視点で、何者からの視点でそんなこと言っちゃうのか。いやいや、あのね、人っていうか、まず昨日も多分話したことあるんだけど、なんか龍が怒ってた。いや、別に普通に水戸龍基本的になんかもう昨日のトークも今日のトークもちょっと僕は全然強い。だから龍が君ね、龍が君そういうことはね、こういうところで言っちゃダメなの。だそれはキャンサーのメンバーとして、それは注意。リーダー注意。でも丸についての質問は、それを答えてもらう。まあ、今、ちょっと長くなると思うので、僕はこれは、ゆうごくんに、あの、個人的に、もう一回説明したいけど、人イコール球体っていうふうな、簡単な等式でやってるわけではないです。うん、で、昨日も、昨日、小林さんも引っかかってたけど、結局、僕たちのこの体のことじゃなくて、球体です。で、もちろん体は環境あっての体だから。で、環境とその生物が何をしたいかというか、例えば、鳥だったら空を取ったり、庭で最適化されたりを取ってるし、我々は、四足歩行か二足歩行になったときに、より最適な状態に変わってるわけじゃない。で、そういう環境とかは関係なく、もう、だから僕が想定してたのは、もう無重力。無重力みたいな、もう真っさらの空間のところに、
僕の新しい身体を作るとしたら、キューブか、球体か二択だったので、キューブじゃなくて球体だろって。それは欲望的に。欲望的に。うん、そういう丸なんです。人イコール、まあ、球体ではない。別に全くしたいけど、そのまま。動いてるんだってリンゴみたいな形で、いろいろ。動いてない。動く必要がないから。環境とのこの相互作用がないような状態を設定したから。究極って本当にそういう、ちょっと雑だったよね。でもなんか人の精神を、あすごい、ごめんなさい、ざっくり言うと、なんか歴史的に人の精神を、うん、形するとみんな玉だよね。シーコ玉とか。玉、だから。玉とか、人玉とか。あそうだね、日本だとそういうふうに言うし、うん、なんか、うん、ミトリウス的身体も、あの丸と四角で両方入ってて、ね、まあ、霊っていう人が玉ってだし、うん、まあ、まあ、例えば、まあ、ダヴィンチのさ、あれだって、ね、人体ですね。人体とかもやっぱ球になっちゃうね。球と四角もあるんだよね。うん、四角は、建築的、人工的なものを表していて、球体はやっぱり、さっき言った通りの、球体でできているっていうものが、エヴァンゲリオンとかも大体コアは球体ですから、ね、うんうん、でそれはやっぱ古いって言われるのも分かるし、うん、新しくない、もし新しくないんだよ、うん、そう、うん、ただ現代的にある程度説明できるのはね、球っていうのはね、要するに一番最も完璧なこの三次元空間におけるまあ、完璧な機械枠ですよ、なんだがそれによって次元を超える可能性が最も見えやすいのよ、9って、うん、それゆえに、だから5次元とか4次元でもいいんだけどのっていうのがどういうふうに現れるかっていう時にね、9をこう用いて説明することがあるんだけど、この9のこう面ね、まあこれちょっと複雑な話になるんだけど、 9を用いたらね、結構分かりやすく説明することができるのよ。このここのこの空間にどのように5次元が現れてくるかっていうことはある程度説明できるんだけど、球っていうものはね、完璧であるがゆえにさらに上のもの、つまり超越的なもの、我々にとっては超越的なものとして別のディメンションが現れるんで、それをね、こう直感しやすいだと思うし、多分球になったらいける可能性あるよな、あの別のディメンションに。多分そうでしょ。あれイメージとしてはでも本当にそう。そういうことだよね。ある種はもう別のディメンションに行ってるんだというもとに、球体、身体の球体を多分考えてるんだろうね。降りてきたっていうね。別のディメンションから降りてきたよ、ね、うん。三次元ならこういう形だよ。そう、三次元だよね。代替した形としての球。それともいや、本当にイメージ、だから本当にさっき言ったコアの感じですよ。だからさ、その例えばこうアルシニアとコスヒューマンの話をしてくれるときにさ、こう、まあ、今すぐにでもできることならば自分の身体を、別のものに置き換えたいという読んでいたけれども、でもなんかその時にそのなんだろう、別の身体に自分自身で、まあ、ある種、まあ、移管するというときに、その身体って、この今私のある身体の、なんだろう、同じ心境にある別のものなのか、それともより上位のものとして捉えているのか。それがちょっと気になるんですよ。違う位相ではあるっていうふうに捉えてるけど、上とか下とかは。球体っていうのは明らかになんかその幾何学的な身体としては、上位にあるものじゃないですか。なんかちょっとわかる。だからね、あの球体の状態から我々のこの身体になれるの。あの球体のやつってさ、我々の身体を得ようとしたら得ることができる。できないでしょ。あ、できないんだ。だとしたら、上位概念はない。上位概念はない。でもさ、卵子はさ、俺らは球体だって。そう、まあ、それはそうだね。あんた球体みたいな。まあ、球体みたいな。戻るけど、いや、それ出したら、いや、もうね、卵子としてあったけど、そうね。うん、いや、もともとは球体だったよ。うん、僕たちももともと球体だった。いいんだよ。というか、我々は、螺旋状みたいな、螺旋状みたいなものでは持ってるけどね、DNA。原子ね、もう分子でもいいけど、あれがね、常にね、円環構造でしか、
認識してないわけよ。あれなんか俺でも間違ってる可能性あると思うんだよね。何が何が電子と原子、あのこう回ってるじゃん、そうコアがあってそれを回ってるじゃん、でコアコアコアっていうふうにあって、あの常にその素粒子とかの A とかの時に丸く書くじゃん、丸く書くモデルはね。で俺さあれさずっとおかしいと思ってるんだよ。つまりねバランスが取れてるっていう前提に立ってるじゃん。だから Q なの。幾何学的にバランスが取れてる、最もバランスが取れるのは Q だから、どこに点を取っても釣り合うからね。でそれは俺なんかずっと思ってるのは本当にそうなのっていうのはずっと思い続けてる。だからあのバランスが取れてるとしたらダークマターが出てくるわけよ。計算的にはダークマターがなきゃいけないわけよ。だから俺は本当はバランスが崩れているか、我々の計測の仕方が全く間違っているか、どっちかだと思ってるわけ。だから俺光だ。だから球体と好きなのは球体と螺旋。例えばさ、男子の時に球体だったけど、おそらくそれは綺麗な球体じゃなかったんですよ。まあ、地球が綺麗な球体でない。そう同時にね、もう少し大変じゃん、地球だって。で、おそらく卵子もなんかまあちょっとこう、なんと金かちゃったのかな、みたいな。ちょっとポロっていうみたいな部分あるんだけど、でも、やはりそこに対して球体を、完璧な球体に求めになりたいっていう気持ちはわかるよ。わかるよね。うん、わかる。でも、あの、伊藤さんが、あの、完璧な球体について語ってると、やっぱさっきの僕が問いかけた問いは、なんか、いい感じだ。人は、伊藤さんが人は球体でって言ったら、もう、文句ないですよ。ずっと飲み。だって、ずっと球体だったから、しょうがない。ね、なんか球体界で大成に当たったら、やっぱ、この2人同級生だからね。あ、そうか。あ、同級生で37だと、やっぱ短パン履けないんですよ。あ、ほんとだ。いや、でも今日短パン履いてこの人たちだけ短パンじゃない。いや、短パン履いて今日来たけど本当だ、俺らめっちゃ短パンにしたことない。はい、ということで全然関係ない話ですけど、時間が来たので終わりにします。ありがとうございました。